今回はガチャリドラカード1月分と2月分を合わせて引いていこうと思います。で、今この動画撮ってるのが1月29日の23時40分なんで、あと20分以内に全部引き終わらなきゃちょっともったいない結果になっちゃうんですね。やっていきます。で、工場キャラで今私欲しいキャラが、まあ貴属性でタンポポ、もうとりあえず運極はいつか作りたいと思ってるからそのために引く。で、あとね、闇属性のハメパイ欲しいんすよね。ちょっと強いって話題になってるんですけど、私持ってないから、それ出てきてくれると嬉しいかな。あ、でもハデス、まあ、ちょっと私は持ってるからあれだけど、天まで使えるキャラがね、かなりこれでも当たりと言っても過言じゃないよ。まあ、なんでハメパイがちょっと欲しいんすよね。話題になってるから、どれぐらい強いんだろうなっていう、なんか人によってはテセウス並みに、なんか強いみたいな。あやったー、あ、もう引かなくてええや。これで終わってや、どうせ何が出てきてもみたいな。いや、そんなところだな。もうこれじゃあ、もう決まったようなもんね。まあ、とりあえず水属性でマソ出ねえかな、みたいな。あー、ケロケゴールやったっけ。だから、今回の、あー、ビナーもいるのか。まあ、そうね。また、あと適当でいいや。やった、もうこれでもう、あとじゃあ適当で A でわし。はい。何出てくるだろう。まあ、ハメパイ出てきたら考えなくも、いや、いらないっすね。はい、もう決定。なので、いやー、あ、いや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 、ヘパエストスなんかもう見えない。私、野幕へ興味ないから。いや、やっとこれでやっと、70の大台に、ちょっと届きそうな感じになってる。いやー、やったー。いや、サブ機で出てきても、やっぱちょっと、運極には届かないよね。メインで出てくれなきゃ、話になんないから。わーい、やったー。いやー、もう、すごい満足。これ、来月も出てくんねえから。いや、やっぱ工場キャラはこういうところで、入手していかないといけないからね。やったね。これ、今引いてるのは、1月分のガチャリドラカードなんですけど、できればね、2月分、明日から始まるガチャリドラカードは、まあ、皆さん、さっさと終わらせといた方がいいね。なんでかっていうと、キープガチャで被る可能性があるから。まあ、私の経験上、おそらく皆さん、工場キャラになりがちだと思うんですよね。なので、先に、そのキープガチャで、まあ、とりあえず全部めくっておいて、その、キープガチャで、その被ったキャラになんないように、うわ、こいつ出てくるんやったらキープしなきゃ、おーよかったみたいな、感じになるから。まあ、気をつけましょう。いや、もうこれテセウスで割と決まっちゃった感があるな。はい、今回のガンダムコラボ、歴代のコラボの中でも、いや、私すげえ、なんていうか、すごいなと思いましたね。特にやっぱ、歌がさ、すごいじゃないですか。だってモンストのコラボやってる時って大体、多分一曲よね。多分どこのクエストにしても同じ BGM とか歌になったりするから、今回ガンダム作品によってオープニングの歌違ったじゃないですか。まあ、テセウス未生児だし、テセウスかな。だから、それがね、やっぱ、いろんな曲使えてすげえな、みたいな。やっぱ、いや、ガンダムということで、すごい気合いの入った感じに、いや、なってたのかな、みたいな。いや、今回のリドラカード、いや、やっぱこれで入手できるのにね。だからこれで、これを先にやっとくと、キープガチャでテセウス出てきても、見送ることも可能っちゃ可能ですからね。なんで皆さん先にやっておきましょう。コラボでさ、歌を使うときって、どれぐらいお金かかるんでしょうね。一応確か、水星の魔女だけは、歌使えてなかったから、それがね、だから闇、貴属性、水属性、マソ出るかもしんないから、一応これもで、ハメパイ目的で闇かな。だから歌使うときにさ、どれぐらい、なんか、お金かかるのかなっていうのは、すごい私、疑問の残るところね。ブリーチとかも確か、あれは確か BGM すらまともに使わせてくれなかったから、やっぱなんか、曲によって使えるお金というか、そういうものが違ったりするのかな。なんかちょっとそれ、もし、そういうの詳しい方いたらコメント欄で書いていただきたいですね。コラボの専門家みたいな方いらっしゃったら。だからこれで、うわぁ、微妙。これこそ一番、え？いやぁ、いや、こういう時に何を選べばいいのか、私よくわからないの、綾波状態になりがちなんですよね。まあ、強いて言うなら、この中だと、タケミカかパックか、タケミカかパックか、強さ的に言えばタケミカだけど、使えるか使えないかで言ったら、まあ、これだけど、タケミカのラック上げといてクリティカル出やすくみたいな感じのこと考えておこうかな。ワンパン動画で、もしかしたらタケミカクリティカルワンパンみたいなのあることもしないしね。まあ、ただガンダムコラボはさ、結局、スレッタ配布だったからな。いや、ガチャゲンだったらどうなんだろう。なんか、ガンダムの今回の売り上げってどうだったのかな。いや、私的になんか、その、結局、キラの相対する敵みたいなのもいなかったし、あと、まあそうね、ハマーン様も、本当はだからダブルゼータと一番関係のあるキャラみたいな感じになるはずなんだけど、その演出も特になかったし、なんかちょっと謎残るよね。東方腐敗も。なんか配布でゴッドガンダム追加とかも来んのかなと思ったら別に来ないし、
なんかちょっと、謎の、残るコラボだったね。だからこれで、ああ、そう、なんか微妙よ。で、なんかそんな感じさ、第2弾をやっぱ裏で想定してんのかな？とは言っても、ジョジョもなんかそんなこと言ってまだ来てないから、あ、でもブラックリリーどうなんだろう今の環境で。まあ、イグノも音楽として使えるっちゃ使えるのかな。まあ、なんで、割と謎を残したガンダムコラボだったような気がするね。いや、これも結局な、いや、いらねえんだよな、別に、9のまで。9のまで、マビノギオンは別に、興味ないんだから、まあ、未祥人も興味ない。テキーラかな？テキーラのラックを上げとこうかな。確かこの人クリティカルじゃなかったっけ？なので、このキャラもちょっと持っておきたいな、みたいな気持ちもある。割と、近畿の裏でも使えて当たりの部類のキャラになってるしね。さあ、というわけで、2月前半のガチャリドラカードを引いていこうと思います。でね、今日、モンストさんから、明日からやってくる新イベの情報が出てきたわけなんですけど、あれ、今日の限定は？火属性のバサラと光属性のミッチーか。新イベの情報が出たんですけど、終わり？この新イベの終わりがね、2月12日までなんですよね。まあ、とりあえず、ハメパイとタンポポ狙いでやっていきます。出たんですけど、2月12日までなんですよね。だから、おそらくコラボでしょ、これ。だって、終わんのめっちゃ早いもん、前半のガチャ。だから、いやー、何のコラボ来るかな？いや、そんなこと言って、なんで、いやー、何来るかな？まあ、多分まあ、こう言ってコラボじゃない可能性、アルファの可能性はまあ、否定はしないんですけど、いや、でもコラボだと思うんですよね、さすがに。いや、なんで何が来るかな？いや、ツイッターのトレンドで、フェイトコラボとかもあったりしたから、何か、いや、来てくんねえかな、みたいな気がするね。だから、どうだろう、フェイトコラボもなんか、にゃんこ大戦争で来てたりとかしてるから、意外となんかもうフェイトは来ねえんじゃないのか説が、ちょっとは薄れてきてるんですよね。いや、出ねえかな、タンポポ。いやー、さすがに出ないか。なんでワンチャン出ねえかな、みたいな。いや、ちょっとそんな気持ちを。いや、でもなんだろう、今なんか、ちょうど盛り上がってる作品って言われたら、私の中でブルーロックなんだけど、まあ、モンストとブルーロック、ちょっと、相性が、あんまり良くないからな、サッカーアニメだから。ちょっとね、まあ、これはさすがに、未祥事よりも限定取りに行った方がいいよね。なんで、オーデンタ、ミッチー取りに行きます。いや、どうだろう。まあ、フェイトも可能性薄そうだし、で、ブルーロックまあ、さすがに、サッカーだから来なさそうだし。いや、何が来るのかな。まあ、ちょっとコラボ楽しみっすね。去年はこの時期、ワールドトリガーコラボ第2弾だったんですよね。ヒロアカコラボ第3弾とかやってきてもおかしくないかな。まあ、その辺、いや、何来るだろうな、みたいなの。いや、ちょっとまあ、コラボ予想みたいな。お！あれ、田村も、あれ、田村どうだったっけ？この端末持ってなかったかな？どっかの端末に1体だけ確か田村はいたんすよね。いや、どうだろう。なんか今、これが来そうみたいな作品がちょっと思い浮かばないですよね。なんかほら、東京リベンジャーズ来るかなって思ったけど、ちょうど今アニメ中なのに、あんまりさ、ツイッターのトレンドに、ちょっとなんか載ってるイメージがあんまりないから、やっぱ原作終わっちゃったのと、配信がなんかすごい、見るためにすごいなんか、なんだっけ、ディズニープラスってのは課金限定みたいな感じじゃないと見られないんじゃなかったかな。お？あ、この端末だけ田村持ってたか。田村二体積みとか別にいらないしな。まあ、とりあえず、田村にしておこうかな。他別に、そうね、なんか別にあげるほどのキャラいないし、まあ、今回は珍しい田村さんにこれはしておこうかと思います。でもってことは多分、今週のモンストニュースでなんか話題になってるオリトラの限定、まああれが多分発表されるんだろうなみたいな。予想はしてるんですけど、そしたら多分その次の2月9日のモンストニュースで、おそらくコラボが発表されるのかな。もうオリトラ引いてる暇ねえじゃん。いや、それ考えたら絶対オリトラ引いてる暇ないでしょ。あれ？そうよね。だから多分そんな感じになりそうだよね。まあ、私オリトラの性能はマジで調べないように徹底してるから、一応、どんな性能かは知らないけど、まあその辺は、いや、よっぽどぶっ壊れじゃない限りは、でもオリトラにあんまりぶっ壊れのイメージ私持ってないんだけどな、なんか、マソみたいな、ここのクエストですげえ使えるみたいな感じか、西欧帽みたいに、なんかポテンシャルだけめちゃめちゃ高いけど、まあ、現状なくても、なんとかなるレベルかなぐらいの印象しかないから、いや、どうなんだろうね。で、これは何も考えず適当に引いたけど、いねえ、いい感じのキャラ。全部ラックも、程よい感じだから、いや、犬にしとくか。実家に犬いるし。でも、モンストってさ、もうなんか新規のコラボでこれがやってきたら、めちゃめちゃ盛り上がるよね、みたいなのは、ものすごい少なくなってきたけど。だってコラボの6、7割ぐらい新規のコラボだもんね。まあ、とりあえずタンポポ狙いとハメパイ狙いで。だから何来たら新規のコラボでうおーってなるかな。あと、
そうね、テンスラとか、本当にナルトとか、ドラゴンボールとか、ものすごいやつ。あとは、ギアスとかどうなんだろう？私ギアス来たら嬉しいけど、ユーザー全体で、ギアスってどういうイメージ持たれてるのかな？なんか一昔前のアニメみたいなイメージ持たれてそうな記憶も若干あるんですけど。あとなんかあるかな？今、これがやってきたら熱いぜみたいな感じの。で、これで、はい！これが最後かな？なんかいいのでね、なんか見たことあるキャラしかいねえ。これ、いや、未所持ゼロな気がする、やっぱり。しかもなんかフランクリンなんかちょっと煽りみてえになってるし。そんな感じで、まあ今回のコラボ何が来るのか、まあまだ何も予想動画とか作ろうとか考えてないし、どういう他の作品に、そのソシャゲさんにどういうコラボが今来てるのかもわかんないけど、チェンソーマンコラボが確かコトダマンに来てるんだけは知ってるかな。なので、チェンソーマンコラボ復刻みたいなのだけは 100% ないと言い切れますね。他はちょっとどんなの来るのかは、まあ、ちらっと見てなんか動画にするかもしれないし、終わります。ごきげんよう。